新州生まれ。デレシアオリジナルじゃん、これしかも。ミルクランドで作ってんの？めっちゃ地元やん、これ。だから学校なんだ。あ、学校で出るんだ、これが。これ出ない。味が同じなだけ。ちょっとしますけど。味が同じ。マヨネーズかけすぎでしょ、これ。かけてないよ。え、誰かけたの？私じゃないです。こっちか。え？違う。なんでよ。ちょうどいいです。一つ吸わせよ。落としましたね。さっき一緒に言っといてさ、落としたって。うん、ねえ。何やってんの？待って、マジ最悪だわ。落としました。あ、これ今日履いてきない。なんで？履いてきなさいよ。履いてきなさいよ。恥かけ、恥かけ。会社に行った恥は吐く、吐くんだよ。吐く？ハゲ。ちょっとなんかアイロンが、シャツのアイロン割ってないから、この格好だけどいいよね。父さん休みみたいな感じだけど。ニート。お父さんニート。忘れ物ないよね。ないと思うけどな。俺も今日すぐ行くからね。よろしくメガドッグ。幼者さん男子のビフォーユー男性男性。じゃあ行ってきますので。なんとか間に合った。松本駅まで。360円。はい。夏休みだからいないわ、学生さんたちが。バラバラだな。暑っ。もう28度かよ。もうすぐ変わるみたいね。これもうすぐ変っちゃう。ほら、ああ、暑い。時間に入らなきゃ。俺も日傘さそうかな。おっさんでも日傘さしていいかな。あ、涼しい。日陰は涼しい。まだボンボンの飾りがついてるね。終わったけど。花綺麗じゃん。駅から歩くだけで汗だくなんですけど。新藤さんに一礼しておこう。ギリだな。間に合った。賞味期限切れのジュースでも美味しいわ。でしょ、うん、発酵してるからね。発酵食品もね。あっつー。豚クソ熱いな。
ブタクソ暑いわ。あ、今すげえ雲だな。夕立ち降りそう。すげえな。やばくない？いや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 。もう急に呼んだな。お、一礼してっか。一杯引っ掛けていきますか。こんにちは。来ました。こんにちは。いいですか、お邪魔してます。はい、またお邪魔してます。はい、久しぶりでございます。悪いことしてるやつは撃たれる。よく言われた俺。悪いことしてると撃たれる。あ、撃たれるの？撃たれる。ダメダメに。本当にそうなんで、私別に基本そんな人好きじゃない。好きなんだけど。燻製の盛り合わせ。燻製の盛り合わせです。綺麗。全然なんか対局だったんだよね。それが分かって、あ、だから嫌い、やめときなって言ってたんだって。ちゃんとあの変な男にベタベタする。絶対帰るからね、しちゃうねって。だから周りがびっくりするんだ。これ絶対どっか行っちゃうなと思うんだって。でも変なところは変なんだよ。しっかりしてる。変なところは それは変なところは変な。でも私ね、分かっ、なんでこうやって目覚めたか分かった。分かる。開眼したの。開眼した。え、めっちゃ語るよ。それまでも知らないし、どう開眼したかも知らない人にめっちゃ語るよ。で、それの考えてることがちょっと人と違ったみたい。普通だったらさ、うちの代ぐらい違うだけなの。好き聞いたくなっちゃうな。だから、ほんと宇宙ってほら、ずっと広がってるわけでしょ。うん、宇宙の一番外側は何なのかって話になって、なんですかね。でしょ、広がってるんですよ。広がってるってことは、さらにその周りに空間があるわけじゃん。それは何なのかっていう。あ、分かった。だから結局さ、最初接続がさ、だから結局さ、聞いてないんだよね。だってどうでもいいじゃんって思っちゃうから。分かる。そんなの今俺それだもん。お前の話聞いてる。今俺あなたの心境。ずっと乾杯してから30分ぐらい。そんな喋ってないよ。ずっと一人で喋ってたけど、俺はその30分後は。どうでもさっきあんなに宇宙の話で盛り上がったじゃないですか。どうでもいいんだよ。急に。いやそんなもんね。でそれを分かってない人が多すぎる。お前のその想像クリエイティブ力すげえわ。だよね。でもさ、本当のことなんだよね。本当に可愛いんだよね。本当に可愛いんだよね。勝手に可愛い。いいね。それはちょっとね、それ素晴らしいよ。キャッチコピーとしていいね。なんかの、なんか化粧品会社とかに使ってほしいよね。あ、本当に
そうなの。じゃあ練習した方がいい。みゆちゃん、みゆちゃんなんでそんな可愛いの。勝手に勝手に、いや、可愛いんですよ。本当私、勝手に可愛いんだよ。お兄さんは何か言ってます。勝手に可愛い。噛んだ、噛んだ。噛んだよね。可愛いじゃなくて、私、ペン、勝手に可愛いみたいな。いいね。じゃあ、みゆちゃんがそういう顔を出せばいいんだ。私はちょっと、もう、まさか。ペニさん使って。悪いけど、本当に。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ごちそうさま。お兄ちゃん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。またね。またお願いします。みゆちゃんです。あ、いいなぁ。いい匂いしてる、いい匂いしてる、いい匂いしてる、さっきからずっといい匂いしてる。なんだこの匂い、なんだろう。かが嗅ぎすぎだよ、おい。違う、違う、違う。じゃあ、私さ、おかしくないよね。おかしいよ。普通におかしい。やってんの？やってるよ。言うから。本当？めっちゃいいやつね。広島やり的なことなのか？そうですね。そうなんだ。ちょっと新しいジャンルなんで。やばくない？え、これ何で味付けたんですか？これですね、野菜ジュースで。え？野菜ジュースで味が付いてます。野菜ジュース？そうなの。やばい。しかもめっちゃ手際いいやん。うまい。なんでうまいの。コーチやプロだからね。やばい。バカか。あ、うまい。いや、ちょ見て。超映えるよ。新ジャンルだよ。新ジャンル。こんな見たことない。そうなの。ちょこれ超うまそう。私もこれ桜井さんの声で。熱そう。うん。ありがとうございます。うまい。面白い。面白い。めっちゃ熱いや。うまい。ありがとうございます。状況が違う。いいお店。いいお店だからいいよ。いいね。っていうか、この、これいいよね、若い人一体なんで動画撮ったんやろ。撮ってるよ。え、撮ってるわ。だって、一緒にいるの。はい、わかんない。電車に来た時はギリギリまでここに飲んでられる。そうなんだ。いや、でもここめっちゃいいのよ、開放的。そして、あの、店長も、あざす。スタッフも、これ店長。店長です。店長もスタッフも、いい人。いい。じゃあ、そうなんです。それが一番。それなんだよ。お店は、スタッフが一番。あたしも、それはすごいもん。ありがとうございます。やべやべやべ。7分発、大糸線、品川行き行きは6番線。協力をお願いいたします。 Thank you for riding this way.